皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2005年公開の、カオス。現代、ケイオス。監督と脚本は、トニー・ジグリオ。主な出演は、ライアン・フィリップ、ジェイソン・ステイサム、ウェズリー・スナイクス、など。シアトルの銀行で、武装強盗団による立てこもり事件が発生。強盗団のリーダーのローレンツは、交渉人として刑事のコナーズを指名する。コナーズ刑事は新人刑事デッカーと共に、事件の真相究明と解決に乗り出す。というストーリー。ジェイソン・ステイサムの定番アクションから変化をつけようと、雑さが目につくが努力賞で9大点。アクションスターを2人キャスティングしていながら、意外にもアクションよりサスペンスに重きを置いている。と言っても内容は割と表面的な上、いろいろと説明しすぎな印象で、さらに終盤の展開が破綻気味なのは残念。ということで、評価は。Thumbs up.